何てっれよし、したらサンマのかば焼きをやって、あ、それかやるんかい、俺が食うんだよ。あ、そう、あ、そう、もういいや、それはもう俺が食った、まあまあ、全部取ったら全部取ったらあれだからいいか。何全部取ったら全部取って大変だからね。どうも全部取ってきなさいよお前。いや、取るんかい、ちょ待って、取ればいいんだろお前、ちょ待ってや、てれれれれ、もうお前二度とできねえかもしんねえんだぞお前、おろし方だって全部変わってくんだぜお前。ああもう始まっちゃってるもん。当たり前よお前、職人はもたもたしてたら死ぬんだ。あ、そうか、ん、そういう風に開きにしないといけないのか。そう、お前何も分かんないからな。そう、僕は何も分かんないね。なんで分かんないのよ。すごいよな、はい、その分からないっていうのがよ。ちょっとね、板前の世界ちょっと知らないんですよ。俺が教えてやってるんじゃったからお前。はい、いや勉強になってます、ありがとうございます。分かってんのか分かってねえかも、それも分かんねえもんな。そこらへんのさ、はい、お前料理研究家じゃないんだからお前。職人だよ、料理研究家ね。料理研究家じゃないからな、うん、職人なんだからお前、研究なんて超えてんだからお前。これ何、じゃあ研究超えたら板さん何になるんですか。バケモンよ。え、バケモノ。バケモノ。バケモン、料理のバケモンだよ。じゃあ板さん料理バケモノ。もう死んでるから。料理バケモノ板さん。面白いじゃない。そういうテロップ入れよう。ほらできた、ほら。おお。かっこいいでしょ、ほら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 映画。な、ほら。完璧だべ。あ、先生ありがとうございます。すごい。完璧だ。完璧だよ。よし、それをな、それをかば焼きにするんだよ。すごい。いや、これかば焼きは絶対美味しいな、うん。悪いけどうなぎよりうまいからね。うなぎよりうまい。当たり前でしょ。サンマだよ。そんなに。全然関係ないか。そんなに熱量高く言われてもな。サンマだよ、お前。うなぎでないから。うん。サンマだから、サンマだからね、うまいに決まってるじゃん。でもやっぱり一般的にはうなぎがね。いやいや、うなぎなんてガサいから。サンマだよ。サンマ、うなぎの方がうまいに決まってるじゃん。間違えた、間違えた、間違えた。いくぜ。すいません。面白かった、面白かった。どれぐらい面白いんだか知らないけどよ、皆さん毎回面白いよ。なんでお前、なんで俺がサンマのかば焼き焼くのよ。いや、板さんが途中にメニューないからさ。いや、サービスやってるじゃん、お前なんか面白いの作ってくれってお前泣くからよ。その割にお前なんか一回もビール買ってきたことないよ。いや、あるわ、あるわ、僕ちゃんと。だから俺が忘れるってことはさ、ないんだよ。いや、と思うよ、むずっ。なに、僕日本酒買ってきたことあるの覚えてます。覚えてない、覚えてない。いいね、覚えるぐらい。いいね、覚えてないぐらい、お前少ないものしか持ってきてないってことだ。いや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 、僕買ってったらな、確かに少ないって言われたわ。お前一本しか買ってこねえ、バカやでるのって言われたもん。だってお前半分しか持ってなかったもん。いや違うわ、半分飲んだやつお前。僕飲まないし。気に入ったねこれね。ちょっと見てみて、ほらほら、職人用だから。かっこいい。職人用。ああ、うまいな。早くこの味をね、分かるようになって、はい、早く大人になりな。飲めないんだよな、ビール。え、あんた子供はいつまでたっても子供なんだよ。分かるか？まあでもね。いいんですよ、お酒飲めなくても。わかんないだろうな、これちょっとバットをきれいに拭いてさ、はいはい、ね、はい、そして片栗がね、固まるからさ、パーパラッパッパーパッってこうやって入れるだろ、はい、でこれをね、こうやってちょっと拭いてな、ほんとは頭取り、とんで全部つけて焼くからな、はい、で、こうこうやるわけだよ、この辺、うん、ほら、固くしてる、うん、で、フライパンで焼くんだから、な、イワシだとかなんかみんなできるんだよ、うんうんうん、で、これ片栗で焼くから照りも出るわけだ。ああそうか、ここでね、うん、そうだよ、焼いた時に照り出る、うんうん、さっき塩焼きやろうかと思ったけど、塩焼きよりこっちの方が勉強になるんじゃないの。まあでも確かにな、サンマのかば焼きって作んない。サンマだよお前、板さんの場合塩焼きって言っても、あの機械使っちゃうからね。機械。あの後ろの、あ、そう。いやいや、全然。ああ、何今の、え、何今の無駄な動き。
無駄な職人をかっこつけてこうやって火つける時もかっこつけたバカだお前の魔法使いみたいになった。当たり前だよお前、ファンタジーの世界に入り込んじゃったかと思ったわ。俺なんかお前パンツ履く時だって大変なのに忙しくてもう忙しくて何ブンブンこうやって振り回してる。そうそうそう銭湯行ったらみんな周りびっくりしてるからなんだあいつは振り回しながらそんなバカなことするやついるかバカ野郎皆さん出走だもんそんな恥ずかしいでしょお前拳のお前のれん持って歩いてんだよ。確かに有名人だもんね。ですよね。だからめ大変だよお前。もう若い女の子に声かけられるから、うん、首外して歩いてんだよ。首外して歩いてん、首外して歩いてん、顔外して歩いてんうるせえわいいだね、声かけられたよ。とにかくうわちょっと肩こりつけすぎだバカ。つけすぎかい。誰こんなにつけれしたのよ。つけすぎ、ほんとだ。つければいいってもんじゃねえんだよお前。つけすぎだ。つけすぎだから。めっちゃ。入らないから長くて。ああ、でかくてね。どうすんのよしたの。はみ出るじゃん。はみ出るわ。まあ、しょうがないわな。ああ入れちゃった。ああ。知らないんだ知らないんだ。料理長に叱られるぞ。叱られるわこれ。ああ料理長死んだからいいけど。いやそんなああ大変だみんな死んでよかったな。いやいやみんな何やってんだって言われるからさこの、ね、どうしようえこれやっぱ肩こりもつけすぎだしでもねこれね、うん、魚ね焼けたらね少し縮まるんだよ。ああなるほどね。分かる、うん、お前は縮まないけど僕は縮まない。 魚の方に縮まるんだ。知らないでしょ。知らない。知らなくてもいいわ。漫才やってんじゃねえんだからね。もうね、漫才だよこれ。漫才俺仕事してるんだからな。そこら辺のあんちゃんと一緒にされたら困るんだわ。いや確かにそうだな。俺は職人だから、うん、料理研究家じゃないからね。料理研究じゃないよ。なんだっけ料理化け物いたか。その料理料理化け物かい。いやいや自分で言ってた。やっぱり料理研究家になろう。料理研究家って何よ。いや分かんないです。何を研究するのよ。やっぱりこう配合とかじゃないですか。配合、うん、配合醤油3、みりん2、バカ野郎、砂糖1みたいな。バカ野郎って俺たち職人はそんな風に誰も教えてくれなかったんだ。目で盗めでしょ、土壌は。いや違う。人のものは俺のものよ。お前のものは俺のもの、俺のものは俺のものと。なんだか分かんなくなるんだ。分かんなくなるのが職人、うん、そういうことか。分かったらダメよ。あ分かったらダメなんだ。秘密。何も分かってないもんな、うん、俺はね、日本人として恥ずかしい。どうもすいません、うん、そのわけの分かんねえね、カメラ持ってね、はい、料理研究家だなって言ったら笑えるよ。いや、僕は言ってないけど、ね、あ、そうか、すいません。伊藤さんはだって、違うもんね、料理研究家じゃないから。なんだろう、すいません。わからないから教えてください。はい、皆さんぜひあの、うん、板さんのニックネーム二つな考えてください。あ！一滴が命で。こぼしたな。こぼしたな今。うるせえなお前は。ちょっと待ってよお前、今大事なところなの。俺何やったか忘れてる一瞬。これどのぐらい焼けばいいんですか。どのぐらい焼けばいいんですか。ちょっとカットできないのこれ。いや別にカットしてもいいけど、おしっこしたくなったから。トイレ行きたくなっちゃった。ビール飲ませっからよお前。飲ませてないわ。これ作ってる途中で、すいませんお客さんトイレ行ってきますったら、お客さん気分悪くするよ。確かに気分悪くなるな。ここはお前銀座、お前名店街だからお前。銀座名店街、当たり前よ。見てみろこんなとこに、あのなんだヘータレムシが落ちて、なんでこの虫いるのよ。あ、こんな中にマムシがいる、ほら。え、タイム。トイレ行った、トイレ行った。俺だって人間だ。バーカ。あー、すっきりしたぞ。ショーじゃないからな、バカ野郎。台だからな。ちゃんと手洗ってください。やだ。おめえが食うんだからな。やだ、洗ってよ、ちゃんと手。すごい綺麗だな、これ誰作ったのよ、こんなの。いや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 、完璧だなぁ。ちゃんと手洗ってください。これは料理研究家どころでねえよお前。これこれなんすか。え、料理
それはお前料理研究家だよ。発狂かね。分かったから。ちゃんと手洗ってください。な、俺だってお前な、人間だからな。いや、そうだ。悪いけど、宇宙人じゃないから。はい。な、洗い物職人だしよ。お前やってるんだ、誰もあれ、あ、お前カメラ持ってるからさ。今は何、ずっと映してたの？映してましたよ。バカじゃないの、お前。あ、何やってたのよ、俺。なんかやってた？まあ、かば焼き作ってました。嘘！ほら、伊田さんこれやったんすよ。信じられねえな。また火つけなきゃね。最悪。途中で休んでたらお客さん帰るから。いや、確かに。僕も帰ろうかと思った。嘘。なんと。したら俺が食おうっと。ね、はい、もう最悪だわこれ。失敗だな。もう失敗だわお前、こんなものお前どうすんのよ。バカだな。おっとっと、お、だけどお前こうやって置いとかないもったいないから。もっと逆にもったいないことしてる。もっと出てこないから。もっと出てこない。これももっと出てこない。ほらほら出てきた。いやしい飲み方するなって。おかみさんに叱られる。完璧だな。完璧ですね。じゃあいただきます。はい、乾杯。すいません、あ、焦げてるし。いや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 、お前、うわー、どうすんのよ。あーあーあーあああ。ほんとに余計なことするなよ。あんましてない。もうお前焦がすわお前。途中で便所行くわお前。情けない。情けない。醤油も全然ないじゃない。用意してないじゃん醤油。何も用意してない。最悪だな。あげてねえしこれ。こんなことやったら焦げるし。また焦げる。ちょっと口置いといて。醤油ないし。トラブル発生。最悪だな。まあ、いつもそんな感じです。しかもおかみさんどこ行ったのよ。あ、おかみさんいないぞお前。おかみさんの話もちょっとしないといけないですね。あ、くしゃいでねえよ。あー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 。よし、これでいいか。目分量ね。1対1ぐらいでしょ。よくわかんねえの。まあそんなもんかな。うん、おお。ちゃんとできるのかな。すごい。何がすごいんだよ。美味しそう。当たり前でしょ。サンマだよ。さや、出た出た出た。サンマだよ。サンマだもうまいに決まってるでしょ。うなぎじゃないから。うなぎじゃないからね。サンマだからな、うまいんだよ。だからうまいんだ。当たり前よ。うなぎだったら。ちゃ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 。うなぎならうまくねえでしょ。うまいよ。おい、サンマだものうまいに決まってる。うわー、うまそう。うまそうね。サンマだよ。いやもうええってその顔。テレビに出てるサンマだよ。うん。サンマだ。サンマだよ。テレビに出てるサンマね。テレビに出てるサンマ。うん。こっちの方が頭良さそうなサンマだけど。やめなさい。完璧だからか。サンマだから。うん。あ、置いてて壊しちゃおう。ドミキだ。これな。あ、この長いの。また笹切るわけにいかないから。はい。これやっぱね、この笹の形をね、いたずらしたらいかん。なるほど。本物の芸術はもうこのまま引く。うん。笹切りって言ったらね、このままが一番完璧なんだよ。へー。知らないだろ。知らない。あ、ほら焦げてる、ほら。いや、もう最悪だから。もうお前なら本当にどうしてこうなのよ。すいません。すいません。これがお前あの、こうだもん。ほらほら頭取れたでしょ、これ。あー、取れちゃった。まあこれでいいんだよな。おー。うわー、すっげーいいね、それ。これ尻尾折れちゃってるから、これちょっとしたの。お前の尻尾はどこ隠れたの。あちゃあちゃあちゃ、めめちゃんどこ行ったの。めめちゃん。これがこうやってな。まあ、あのフライパンちっちゃいから曲がるんだ。はい、これで食べてみろ、山椒ぶっかけてな。おー。まあ、とりあえずこれで一品。どうだ、うまいよこれ。べきだ、伊田さん。これめ、うな重にさ、はい、ご飯も食べたらもう最高だから。最高だ。うな重じゃないけどね。あ、すいません。あれ、なんだったっけ。サンマ。あ、そうか。あれ、うなぎでなかったか。あ、あれ、お、うなぎじゃないわこれ。何よこれ。これ、サンマだ、伊田さん。パカにしちゃってくれよ。人の年上扱いして。うわぁ、悔しい。いいから食え、この野郎。いただきやすい。めめしゅしたこれ。腹立つなお前ら。すいません。絶対明日さ、はい、俺朝立ちするぜ。何の話なんだよ。
まあさ、開けたら、はい、旅に出るってこと言ってんだよ。あ、そういうことね。それで朝立ちって。なるほどね、下ネタかと思った。バカだね、お前はな、ほんと学がないもの。朝の旅立ちで朝立ち。面白いじゃん。, 笑えるな、はい、ありがとうございます。おう、明日からゆっくり寝ろ。はい、じゃあいただきます。焼き肉よ、あのちっちゃいフラパンでもあんまでっかすぎんだもん。職人だよ、職人だよ。俺料理研究家でねえから。職人はね、はい、研究しなくてもできんだよ。なるほど。まさかコーラ飲みながら食ってねえだろうな。いや、まあ、それ食べないの俺。これこれこれ、ちょっとやってみようかな。あ、疲れた、バカ野郎。うまいべ。何食ってるかと思った。バカ、うなぎでないよ、食べなきゃ。これお前ね、バカなわ。